いつもご視聴ありがとうございます。スマホのコンシェルジュです。突然ですが皆さんは Google アカウントって複数作れないの？そんな疑問を持ったことはありませんか？実は仕事とプライベートでアカウントを分けたいなど Google アカウントを複数利用したいというケースは珍しくありません。そこで今回は用途に合わせて使い分けたい人に向けて Google アカウントを追加で複数作成する方法やアカウントのスムーズな切り替え方法、電話番号を登録しないでアカウントを作る方法などを解説します。スマホのコンシェルジュの YouTube チャンネルではスマホやパソコンの使い方を学べる動画を優しく丁寧に解説しております。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは早速やっていきましょう。アカウントを新規作成する前に Google アカウントを複数作成するメリットについても簡単に確認しておきましょう。そもそも Google アカウントは複数作成してもいいの？と疑問に思う方もいるかもしれませんが、その点については全く問題ありません。Google が公式にアカウントの切り替え機能を用意しており、きちんとサポートもされています。基本的に Google アカウントは何個でも作ることができます。アカウントの複数作成なんて良くないんじゃないかと不安に思っていた方は、安心してご利用ください。Google アカウントを2つ作成することで得られるメリットで大きなものとしてはサービスへの登録を切り分けられるということです。例えば Android スマホを使っている場合、メインのアカウントは端末本体などにも紐づいているため、決済や連絡先など多くの重要な個人情報と結びついています。こうなると情報漏洩の観点からよくわからないサービスへの登録は渋ってしまいます。しかしサブの Google アカウントがあればこういったサービスへもアプローチしやすくなるということです。信用力の高さで区別したり、サービスの登録自体サブアカウントに全て任せてしまったりなど、各個人で好きなように調整できます。また、SNS などでサブアカウントを作成したりする場合も、連絡先情報と結びつけていないサブの Google アカウントがあれば、気軽に登録することもできます。Google アカウントと端末本体が直接紐付く Android ユーザーにとって、これらのメリットはかなり大きい部分ではないでしょうか。他にも Google アカウントを複数作成してメリットに感じられる部分としては、仕事用とプライベート用でアカウントを切り分けることができるというところではないでしょうか。その際のアカウント切り替えも非常にスムーズに行うことができ、ストレスを感じることはほとんどありません。また利用可能なストレージ容量が増えるという点も見逃せません。本来、Google アカウントを作成すると、Gmail や Google フォト、Google ドライブへと保存されるデータの総量が 15GB までは無料で開放されています。これらは皆さんもご存知だと思いますが、この 15GB は1アカウントごとに付与されているので、もう一つアカウントを作成すれば、もちろん新しく作成したアカウントに 15GB の無料のストレージが付与されます。例えば仕事用とプライベート用を切り分けていなかった場合、仕事で保存したファイルとプライベートで撮った写真が混在したまま 15GB の無料ストレージを消費することになるので、かなり無駄になってしまいます。ただし、こちらは、比
クラウドストレージの容量不足を補う手段としては、それほどうまくワークしないという点については、あらかじめ注意が必要です。例えば、アカウントごとに取りためた写真を振り分けたりすれば、管理が難しくなりますし、2年以上動きがないアカウントは削除対象となるため、データを失う危険性もつきまといます。メインアカウントとサブアカウント、仕事用とプライベート用など、運用ルールが明確な2アカウントぐらいが合理的な気がします。Google アカウントを複数作成するときには、注意が必要なこともあります。それが、メールの送信間違いです。複数アカウントを持っていると、プライベートのメールアドレスから、仕事のメールを送信してしまうといった間違いを起こしてしまう可能性があります。また、メールアカウントが増えれば、それだけ確認範囲も増えることになるので、大事なメールを見逃す可能性も否めません。メールを送信するときは、用途に合ったアカウントであることを確認することが大切です。それでは実際に、Google アカウントの作成手順へと進んでいきましょう。Android も iPhone も本体設定からアカウントを追加する流れの中で新規作成手順を解説していきます。本体設定の中からパスワードとアカウントという項目を選択します。パスワードとアカウントのメニュー内を下にスクロールしてアカウントを追加を選択してください。Galaxy の場合はアカウントとバックアップという項目からアカウントを管理へと進んでアカウント追加を行います。様々な種類のアカウントの中から Google を選択してアカウント追加を行いましょう。ピンコードや生体認証の入力を求められるので、認証を行ったらアカウントの作成手順に進みます。続いては iPhone です。本体設定を開いて下にスクロールしたら、メールの設定メニューを開いてください。メニューの中からアカウントを追加と順に選択していきます。アカウントメニューが表示されたら、Google を選択して、新規作成手順へと進んでいきます。ここからの手順は、Android も iPhone も同じです。ログインは行わずに、アカウントを作成、個人で使用と順に選択していきます。ここでアカウント名を入力します。Google アカウントに登録した名前は様々な場所で露見するので、本名の登録は避けることをお勧めします。今回はローマ字表記を採用しましたが、イニシャルなども無難におすすめです。ローマ字表記は漢字表記よりかは匿名性を維持することができ、なおかつ、Gmail の宛先として表示された際も、氏名を把握できる分、知人や友人に混乱をきたす心配がありません。アカウント名を入力できたら、次へをタップします。基本情報の入力では、生年月日と性別の入力を求められます。ここで登録を行っておかないと、割としつこく登録を促す通知が飛んできます。というのも、2021年4月より、Google アカウント作成時には、生年月日の入力が必須項目になったためです。なので、生年月日は必ず入力しておきましょう。続いては、メールアドレスの入力です。
メールアドレスは極力短いものを作成することをお勧めします。というのも、メールアドレスは様々なシーンで入力することが多いので、短ければ短いほど利便性が高いです。しかし、メールアドレスは同じ宛先が2つ以上あっては困ってしまうので、世界に1つだけのものにしなければいけません。例えば、そのまま太郎山田というようなシンプルなものにすると、すでに他の人に使用されていて、それには決められないというケースも多くあります。その場合は画面のように表示され、利用可能なメールアドレスの候補を出してくれます。末尾に好きな数字を入れたりして、自分だけのアドレスを探しましょう。メールアドレスの入力が終わったら、パスワードを作成します。パスワードを作成するときのコツは、12桁以上、大文字小文字のアルファベットプラス数字の組み合わせを意識することです。電話番号の追加はスキップを選択すれば回避することができます。アカウント情報を確認して、問題がなければ次へをタップしましょう。利用規約に一通り目を通したら、同意するをタップして、アカウントの新規作成が完了です。設定がすべて終わると、ホーム画面まで自動的に戻ります。ここまで来れば、あとは特別な設定などを行うこともなく、各アプリで新規の Google アカウントが追加されているはずです。複数のアカウントを運用する上で、最も重要なアカウントの切り替え方法についても確認しておきましょう。今回は Gmail を起動して行ってみます。この切り替え方法は Android でも iPhone でも同様に行います。操作は簡単です。画面右上のプロフィールアイコンを単純に上下にスワイプするだけです。これだけで追加したアカウントを瞬時に切り替えることが可能です。実際の操作感は画面の通りです。操作するアプリが変わっても、基本は画面右上のプロフィールアイコンを上下にスワイプするだけです。切り替え操作もここまでスムーズに行えれば、ストレスを感じることもなさそうです。しかし、中にはうまく切り替えられないアプリも存在します。それが YouTube や Chrome です。これらのアプリはアカウントを切り替えるボタンが別途用意されているので、そちらからアカウントを切り替えることになります。大半のアプリはスワイプで切り替えることができるので、切り替えのできないアプリだけ覚えておきましょう。 YouTube に関してはマイページを開いて、その中からアカウントを切り替えるというボタンをタップすれば、簡単に切り替えを行うことができます。初回起動時はチャンネルを作成する手間が発生しますが、それほど難しくはありません。厄介なのが Google Chrome です。こちらは既存のアカウントから一旦ログアウトして、再度ログインし直す必要があります。ログインする際に新しいアカウントを設定することでアカウント切り替えを行いますが、実用面から切り替えを行うことはまずなさそうです。それよりかは Google アプリと Chrome アプリでログインするアカウントを別にするという方がよっぽど現実的だと思います。いかがでしたか？
今回は Google アカウントを複数作成する方法と切り替え方法についてご紹介しました。登録するサービスによってアカウントを切り分けるというのはセキュリティリスクを分散させるためにも効果的だと思います。ぜひチャレンジしてみてください。今回の動画はこちらで以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。メンバーシップにて動画のテキスト版も配信しておりますので、よろしければご登録ください。それではまた次の動画でもよろしくお願いいたします。